チーム公式戦がありますね。そうですね、これはどうでしょうか、馬場さん、中盤戦最大の山というふうに見ていいんじゃないでしょうか。まあ、僕らは、ね、どっちが勝っても、ね、いいんですけども、その勝った方に今度狙いをつけていけばいいんですからね。あ、なるほど、やる気満々の放送席。でも、まあ、さっきのようにね、もう素晴らしい試合、いい試合をやってもらいたいですね。そうですね。さあ、その注目のディフェンディングチャンピオン、ジャンボ鶴田天竜組対ニックバックインクルカートヘニング組の公式戦が始まります。まず AWA ゾーンから参加を決めましたニックとヘニング、初コンビで初優勝を狙います。やはり落ち着いております。リングの紳士ニックバックインクル、その後ろに全日本プロレスのリング上初めてでありますカートヘニングチーム。父親は元 AWA 世界タッグチャンピオンラリー・ヘニング、そのラリー・ヘニングの息子。さあ AWA コンビリーグ戦どういう風に進出してまいりますか。 AWA チームの入場です。さあ、東京水道橋後楽園ホールがざわめきます。去年84年の世界最強チームジャンボ鶴田天竜組の登場。さあ、やってまいりました。もちろん2年連続優勝を狙います。しかし周りは世界のトップチームばかりです。一戦一戦が大事、絶対に取りこぼしはできません。身体ともに絶好調でリーグ戦に臨みますジャンボ鶴田天竜チーム。特に対長州戦を乗り切った鶴田がこのリーグ戦 V2 の鍵を握っているような感じがいたします。過去の大会で2年連続優勝チームはありません。鶴田天竜が前人未到の記録を成し遂げるかどうか。開幕戦最後の公式戦、両チームに日本テレビそして番組のスポンサーから豪華な花束が贈られました。同じく公式戦ですので30分の一本勝負です。評判の高い選手カート・ヘニング AWA の主脚です。元世界チャンピオンニック・ボックインクル、 V2 を目指します。まず天竜ディフェンディングチャンピオン、 V2 の鍵を握るジャンボ鶴田、レフリーは城樋口さんです。さあ、馬場さん、ジャンボ鶴田天竜チーム去年優勝、今年は V2 を狙うディフェンディングチャンピオンとしてこのリーグ戦初めて守る側に回りましたね、馬場さん。そうですね。その点どうですか。まあ、守るというのはね、このルールですと非常に難しいですよね。はい、改めまして公式戦のルールをご紹介いたしますと、勝負は公式戦30分1本勝負、勝ちは2点、フィーフォール、リングアウト勝ち、反則勝ち2点、時間切れの引き分けは両チーム1点、それから両チームリングアウト引き分けは両チーム0点になります。さあ、勝負が始まります。 AWA コンビ、これが開幕第一戦です。山さん、鶴竜コンビ非常に落ち着いているように見受けられますが。そうですね、やはりあのディフェンディングチャンピオンということで、まあ、ある程度意識しているのかもしれません、はい。まあ、ただ今日の、ね、AWA のチーム、私はあのニックバックインクルのパートナーについてはあまりあのたくさんの情報を持っておりませんので、はい、断言はしませんけれども、やや線が細いんじゃないかという気はしますね。カートヘニングにつきましては馬場さんが非常にお詳しいんですけれども、今年 AWA にサーキットしたジャイアント馬場さん、非常に目についたというお話をされてましたが。そうですね、はい、まあ、あの動きといいね、いろんな面で、ただちょっとパワーがね、はい、かけるような気がするんですけども。あーはー、馬場さん、このカートヘニングの父親ラリーヘニングというのは馬場さんは試合をしたことは、ね、何年か前のこのタッグにね、はい、来ましたお父さんはね。あ、そうですか。ハリーレースと組んで。あ、そうでしたね、あの選手が。そうですね、そうです。あ、その息子さんであります。まさに山さん、アメリカはジュニアの時代ですね。そうですね、まあ、本当にあの我々のおなじみの選手のジュニアが、はい、もうどんどんあの一線級として出てくるという時代になりましたね、はい。そうですね、今年9回目を迎えます世界最強タッグ決定リーグ戦、まあね、今あの馬場さんの言われるように大変にあの目につくのきい結果があるならば、はい、私は多少なりともあのパワーが少なくてもその後ろに控えるニックボックインクの老快さと合わせてチーム力としては十分にやっていけるんではないかと思いますね、うん、なるほど。
さあ鶴竜コンビは天竜が登場してまいりました。馬場さん、マナ弟子にですね優勝の条件をつけるとすれば第一の条件は何でしょう。まあそうですね、我々を破ることと、はい、馬場取りチームたちを破ること、長州たちに勝つことと、これ3つでしょうね。その中にどっかに点数を取るということがですね、条件だと思いますね。なるほど、馬場さんのお話と合うかと思いますけれども、昨日の記者会見で山田さん、ジャンボ鶴田天竜組はですね一番マークするチームは長州八つ組を挙げました。その次に最終戦で対決するジャイアンツ馬場ドリーファンクジュニア組を挙げてますよ。やっぱりね、今の僕が言われたように、うん、この3チームにどういう点数の取り方をするか、はい、これがやっぱりあのディフェンディングチャンピオンチームの、もう一度 V ができるかどうかの大きなポイントということですね。ですからこれ正直言って3つのチームからフル得点を取ろうということは考えてないと思う。その作戦がどんなものかですね。そうですね、点が取らなきゃ与えないということも、ね、考えておかなきゃいけませんからね。そうですね、リング上は新進気鋭カート・ヘンニングと天竜のグランドでの展開が続いておりますので、放送席話を続けたいと思いますけれども、馬場さん、天竜それからジャンボ鶴田チームは V2 しかも2年連続の期待がかかってるんですが、これは過去の大会でないですね。そうですね、さあその期待のかかる天竜それからジャンボ鶴田チーム、さあ鶴田が出てまいりました。山田さん、この鶴竜チームは初めて2人でミニキャンプを張ったんですね。そうですね、はい、それだけでね、やはりあのディフェンディングチャンピオンとしての意地、これ何としても V2 を果たすんだというこの心の表れですね、はい、得意のダブルアームスープレックスをカート・ヘニングに決めております。早いですね、これを出す、早いですね、よく満々ですね、はい、そしてニック・ボックインクル、思い出しますね。山田さん、このニックから AWA のベルトを奪いましたね。もうね、そういった意味では大変なライバルですね、はい、そして相手の弱点それから強さ全部知っています。さあ体から当たりました、ニック・ボックインクル、フライングボディアタックでジャンボ鶴田を一旦潰しますが、さあ今度は腕をくぐって、今度はなんだ、ジャンピングニーパッド、ジャンピングニーパッド、ニック・ボックインクルの顎を砕きまして、さあすかさずもう2、これを2を切ってもね、はい、ちゃんと逃げる用意をしてますもんね。はいはい、にくいですね、で、はい、まあそこでね、ジャンボもそれに向かっていかなかったところ、やっぱジャンボも落ち着いてますよね。落ち着いてますか、試合の流れ、このニックを攻めていってもやっぱりダメですね。もうカートを攻めなきゃダメですね。そうですか、馬場さん、この今年の85年世界最強タッグ決定リーグ戦、全体的なことを伺いたいんですけれども、非常に力が接近しておりまして、確実に点を取れるチームというのは見当たりませんね。そうですね、まあ、そういった意味で山田さんも先ほどから再三指摘されておりますけれども、一戦一戦が大事ということになるわけでしょう。さあ鶴竜チーム、ダブルの攻撃でニックを潰しにかかりました。リングの中央だ、さあバックドロップ豪快に決めた天竜、天竜のバックドロップです。馬場さん、どうでしょう。いや、いいですけどね、はい、いいですけども、やっぱり受け身がうまいですからね、ニックはね、それで生きてきたような人ですから、うん、さあカート・ヘニングが非常にいい動きを見せてまいりました。さあ俺の出番だと言わんばかりに、今度はブレンバスターで天竜を叩き落とします。これは AWA 陣内での勝負、ブルーであります。確かにね、動きはいいですね、はあはあ、あの今ブレンバスター行った後のすぐのフォロー、はい、世に身が軽いですよ ね、あの先ほどのスタンハンセン、テッド・デビアスチームが、リーダーのスタンハンセンの言う通りにデビアスが動いてますけれども、馬場さん、このチームも当然そういう仕事はニックになってくるわけでしょ。そうですね、そうでしょうね、はい、でもいろんな、ね、動きが、ね、非常にあの型にはまってるんですよね、はあはあ、なるほど、はあ、ボストンクラブの体制、カート・ヘニングであります。しかし戦力的には果たしてどうでしょう。今夜が開幕戦、ニック・ボックインクも山田さん、もう再三このリーグ戦出場して優勝がないんですよね。そうですね、まあ、たまたま今までは恵まれてないというようなこともありましたけれども、はいはい、しかしあの心にくいほど今日落ち着いてますね。なるほど、あの表情を見てても、すごいですね。なるほどね、まあ、どっちかというとね、一人で戦う方が得意な選手ですからね。馬場さん、タッグチームというのは二人ともですね、この熱くなってしまったんではチームワークが崩れてしまうわけでしょうね。そうですね、はい、
その東証ニック・ボックウィンクルが登場してまいりまして、天竜との対決になっておりますが、果たして第1戦得点2をもぎ取るのはどのチームでありましょうか。現在のところの流れですけれども、長州力、八津義明がラッシャー木村、足の原組から、反則勝ちを拾って勝ち点2点。それからご覧いただきましたように、スタンハンセン、テッド・デビアスチームがキッド・スミス、ピンフォールを奪いまして勝ち点2点ということになっております。後半戦の星争いであります。さあ、ニック・ボックウィンクルをコーナーに追い詰めてまいりました。さあ、ジャンボ鶴田だ、ジャンボ鶴田だ。何しろ長い長いリーグ戦、来週は横浜から中盤戦の模様、再来週は山形から終盤戦の模様。さあ、こういうふうにジャンボの技をみんな知ってますからね、逃げていきますね。非常にこのロープワークをうまく使いまして、この非常に綺麗に握られてしまいますね。さあ、こうなってまいりますと、ジャンボ鶴田は作戦をもちろん切り替えていかなくてはなりませんが、さあ、果たしてどうでしょう。カート・ヘニングとニックが攻めております。まだまだ山田さん、ヘニングもそれからニックもダークホース的な存在とは言えそうですね。うん、そうですね、今のところね、先ほどから見てて、はい、まあ、なかなか両方ともね、スタミナの動きもいいなと、うん、な、果たしてね、このヘニングの方にどの程度のウィークポイントがあるかということが大事ですね。なるほど。当然鶴田天竜組としては、この若い選手の方に的を絞っていくでしょうからね。はは。さあ、何しろ V2 2年連続優勝を狙わなくてはいけません。鶴竜コンビ、天竜が非常に落ち着いたレスリングを展開して、そろそろカートヘニングに的を絞ってまいりましたか。流れは馬場さん、どうもカートヘニングに絞っているような感じになってます ね。ええ、もう最初からそう思ってるんですよ。もうそうですか。さあ、ネックブリーカードロップでカートヘニングの後頭部を強打いたしました。さあ、ここで一気に攻め込んでいくか。後頭部攻めて最後に後頭部を攻める、どこまでも後頭部というふうに持っていったらいいと思いますよね。はい。鶴竜コンビはミニキャンプを張りまして、ダブル円錐切りの訓練に明け暮れておりました。どのタイミングで出してまいりますか。優勝の鍵を握ります2人のコンビネーションワークであります。さあ、天竜からジャンボ鶴田へのつなぎ、カートヘニング、ちょっと動きが止まってしまいました。ここは一気呵成に行きたいところ、どうしても開幕戦得点2が欲しい鶴竜コンビ。さあ、コーナーに投げた、今度おっとカウンターが飛んでまいります。細かい技も山田さんできますね。そうですね、なかなか攻められてね、はい、一見弱ったように見えますけれども、若いだけにタフですね。そうですね、足が全然ふらついてないですね。はい。あ、今度は鶴田が捕まってしまいました。おっと、ニックとクインクルを捉えますが、さすがに老解。このあたり馬場さん、さすがに100戦連馬ですね。そうですね、今度はバックドラップ、鶴田の後頭部キャンバスにめり込みます。ニックも頑張りますね。ファイトマンマン、 AWA ゾーンからやってまいりました。どうしても優勝が欲しい。そして昨日の記者会見では、参加7チームともに外国で、日本でこんなに素晴らしいリーグ戦が行われるのは、もう試合に出場するだけで大変な名誉だということを言っておりました。始まっております、85年世界最強タッグ決定リーグ戦開幕戦です。2連覇を狙えます鶴竜コンビ。さあ、今度は親分のニックを捕まえた、チームリーダーを捉えてカウンターのエルボーを打った、そのまま覆いかぶさります。流れは馬場さん、鶴竜だと思うんですが、ここで円錐だ、円錐がヒット、ニックボックインクルの後頭部、首のあたりを狙い撃ち。馬場さん、よくレスラーが言うんですけれども、首の後ろというのは鍛えようがないということを言っておりまして、そこを狙うのが秘策と言ってますね。はい、はい、もうね、そこはもう絶対鍛えられませんからね。だから攻めるのはもうそこに限りますね。ああ、そうですか。徐々に狙いを絞ってまいりました鶴竜コンビでございます。でもそれも弱らなきゃ攻められませんからね。鶴竜コンビにとりましては、来週横浜文化体育館から実況生中継でお送りする横浜大会中盤戦は、長州力、八津義明組との対決。山さん、ちょっとこの来週の放送のですね、中盤戦、大きな山かと思うんですけども、これをちょっと予想してください。そうですね、今日のね、出来感、今日の結果がやっぱりね、大きく左右すると思いますよ。今日の結果が、ね、片っぽ長州組はもう2点取ってますんでね、はいはい、これはたとえ内容が反則であれ得点ということで、大変にね、やっぱり気持ちの上ではね、高ぶってると思います。なるほど。それですけど、精神的には優位に立てると思いますね。なるほどね。これが同点ならば、また変わってきますね。はい、
さあそうなりますと今夜の開幕戦は何としてもポイント2を 取らなくてはなりませんが、そうですね、試合の方は馬場さんちょっともずれてきましたね。そうですね、やっぱりカートはねどんどん2人で攻めたらいいと思うんですよね、はい、今までのところね、あの天竜選手鶴田選手の技が全くニックに通じてないんですよね。なるほど、それだけに試合がどうしてもね膠着状態になりますね、はい。さあニック・ボックインクルが鬼のような形相で天竜の両方の足を攻め込んでまいりました。こういう到着状態から馬場さん、この新しい面を引き出そうとするためにはどうしたらいいですか。そうですね、もうやっぱり苦しむわけにいんで目をつくとかね、はい、なんとかしてでも逃げなきゃダメですね。こういう相手に攻められるシーンが非常に多くなっております。さあ85年の世界最強タッグ決定リーグ戦、今夜は開幕戦でありますけれども、来週は横浜文化体育館からの実況生中継、中盤戦の目を大きな山、ジャンボ鶴田天竜チーム今戦っておりますけれども、長州力八津義明と、中盤戦、それから先ほど勝ち点2を拾いましたハンセンデビアスはハーリーレイスジェシーバーと対決でありますが、馬場さん、これまた新鋭のジェシーバーの評判がなかなかいいですからね。そうですね、ジェシーバーもいいし、このカートヘニングもね非常に動きがもういいですね。はい、そして来週の放送はタイガーマスクが特別試合に出場いたしまして、ダイナマイトキッドと対決が決定しております。果たしてタイガーマスク、ダイナマイトキッドにパワーが通じるかどうか、非常に面白い来週の生中継、横浜からの中継どうぞご期待いただきたいと思いますが、さあリーグ戦の大事な開幕戦、さあどちらがポイントを握るか、今のところ非常にもつれております。鶴田と天竜です。馬場さん、これだけ苦戦するというふうに思いましたか。もっとね、ヘニングを取れると思ってましたがね。はい、そうでしたね、はいはい、意外にヘニングが粘り腰を見せます。そしてやはりリーダーシップを取りますこのニック・ボックインクルの試合の作り方がうまいんですね、山田さん。そうなんですよ、ですからあの鶴田天竜の2人がニックと戦う時間が非常に長いんですよね。そうですね、さあ今日は実況生中継、後楽園ホールからの中継ですけれども、放送時間あと40秒ぐらいでお別れですけれども、果たして皆さんに正式な得点がお伝えできるかどうかちょっと心配になってまいりました。今日の開幕戦得点争いは長州力八津義明チームが、反則勝ちで勝ち点2点、さあニックが抑え込みます。ファンハンセンヘッドデビアスチームが勝ち点2点、それを追います。まだまだ戦い模様非常にもつれております。さあおっとここでジャンボラリアットが爆発、さあこれでニックを引きずり込んでピンホールの体勢に行けば勝ち点2ですが、さあ放送時間がほとんどなくなってまいりました。得点をもぎ取るのか、カートヘニングの動きがいい。さあ天竜が両足を突き出してもう懸命にディフェンス、そして今度は円錐を打ちます、円錐を打ちます。鶴田が待っていた。さあここはいい連携を見せそうだ、いい連携、パワースラム、どうだ、パワーボム、そのまま抑え込んだ天竜、パワーボムだ、カウント3が入りました。カウント3が入りまして天竜鶴田チーム開幕第1戦をもぎ取りました。